そこの人間、泊まりなさい。ゆっくりと、剣を最後と床に置いて。弓、構えたままだから、そのまま両手を上げて。こんな森深くになんのよ。んその身なり、もしかして冒険者あ、 もしかしかて依頼を受けた人 <laughs> 何を紛らわしいわねそんな間抜けな顔だからてっきり道に迷ったんだと思ったわまあいいわさそれじゃあ行きましょう何をまさか依頼の内容を忘れちゃったのはあ人間ってみんなこうなの 仕方ないわね。歩きながら説明してあげるから。いいしっかり聞いててよね。最近魔物たちが私たちの里に来ては家や作物、代々伝わる神の樹木に悪さをしているの。かなり大きい魔物でね。すでに仲間も何人かやられてるの。私たちエルフは弓の扱いはうまいけれど。 力がなくて…そこでわざわざ人間たちの村に行って強い人をお願いしてきたのになんでよりにもよってはあさっ着いたわ里からいつも魔物たちはこの方角に帰っていってるからこの辺りだとは思うんだけどんほら見てこの木 魔物がひっかいた跡がある、うん、そこよし当たったって嘘こっちに突進してくるうわっうっうわっこれあ,あんたがしたの何よ強いじゃないあんた そのありがとう助けてくれてそれとそのごめんなさい最初に失礼なことを言ってしまってさてと早速里のみんなに報告してこなきゃあんたも来るでしょ普通なら人間なんて入れたらとがめられるんだけどあんたのおかげで里にちょっかいを出す魔物も退治できたしさ 里はこっちよ。ついてきて。さ、ついたわよ。どうきれいなところでしょう。大きな木をくりぬいて、その中で生活して、果物や野菜、たまには狩りをして暮らしているの。この里の景色を見るたびに私、エルフに生まれてよかったって思うの。あ。 私の家はあそこだから先に入って待っててくれる長老に報告してくるからややっぱり扉の前で待ってて勝手にいろいろ触られちゃ嫌だしお待たせそれじゃあ中に入りましょうそこの椅子に座ってくれる私も隣の椅子に座るから。 ふぅ。長老がね、報酬金を町に持っていくって言ってたわ。町に戻ったら忘れずに受け取っておいてよね。それと、今日中に絶対出ていくようにって。でも、さすがに今日はもう遅いからって、私の家に泊めるからって許可をもらったの。ほら、一応命を助けてもらったというのもあるから、 何かお礼をしたくてそしたら明日の朝早くに出ていくようにってそれはそうよね本来人間をお札に入れるのは許可されていないもの言うまでもなく分かっているとは思うけど変なことしないでよあ泊まるといえば夕食も用意しないとよねそこにあるリンゴ食べてもいいわよ 何よ、その顔は。私、食べ物はそのまま食べたいタイプなの。うー、うん。私、料理が苦手なの。野菜とかをもらってもすぐに焦がしちゃって。作った人や野菜に悪いから一切してないの。だから生で食べられるものしか私は食べないの。あ、いや、 その一応客人だし申し訳ないなぁとか思うけれど量ならあるから遠慮なくお腹いっぱい食べてもいいわよ私は一個だけあればいいからいただきますあ、うん、ところであんたは普段はどんなものを食べてるの へえ、なんだか美味しそうね。人間の街か。まあ、私には一生縁のない場所でしょうねほほ。ごちそうさま。さてと、私はもう寝るから、ベッドはこれを使って寝てよ。私はこっちのベッドで寝るから。遠慮なんてしなくていいから。 それじゃあ、おやすみ。ねえ、まだ起きてるそう、起きてるんだ。私、たたまにこうして目が覚めちゃう時があってあ。あのさ、途中で寝ちゃってもいいからさ、いいかな、話しても。そっか、ありがとう。 私ね、さっきも言ったと思うんだけど、お姉ちゃんがいてね。一緒にここで生まれ育ったの。とても綺麗な人で、おと、長老も可愛がってたんだ。ある時人間の、あの格好は、王国の軍隊なのかなその人たちが魔物の討伐に来てくれたの。 それで坂の兵士さんのことをお姉ちゃんが好きになっちゃって。その時はそんなことわからなかったんだけどね。だって人間とエルフとじゃ寿命が全然違うし、そんなことはありえないと思ったから。それからその人間たちが帰った日の夜、私が畑仕事の手伝いから帰ってくるとね、お姉ちゃんがいなかったの。 代わりにベッドに置き手紙があってね「あの人を追って里を出ます」ってそれと「私と長老に迷惑かけてごめん」って書いてあったのそれからずっとこの里に人間を入れることは禁止にされてきたのでもねその実はあの時人間たちが来てから帰るまでの間ねお姉ちゃん とても楽しそうだったんだその時の顔をよく思い出すの <laughs> 何言ってんだろ私ってあんた最後まで聞いてくれたのねありがとう気が楽になったわ、うん、眠くなってきたかもそれじゃあ私本当に寝るからおやすみ おはようそれじゃあおっと長老が来る前に行きなさいあほらこれ朝ごはんにリンゴ持って行ってもいいわよ帰り道に食べたらまあその楽しかったわほらほら身支度して早く行きなさいんできたみたいね それじゃ、さよならそっかもう会えないのねへえここが人間の街なのねすごい人の数それにみんな耳が丸いうんフードが脱げないようにしないとさてとどこにいるのかしら あんなにまぬけな顔をしていたもの。これはただ報酬金をちゃんと受け取ったか確認しに来ただけ。じゃないとまた依頼を見た人間が来てしまうかもしれないもの。そうよ。これは必要なことだもの。あと一回、遠くから見るだけだから。あ、あんなところに、何を 全然まぬけな顔なんてしてないじゃないううんむしろあんなにかっこよかったっけあいつあの顔であの時私を魔物から守ってくれたのかな <laughs> そうなのかなそっかお姉ちゃんこういう気持ちだったんだ でも、人間の寿命じゃ、私の前からすぐにいなくなっちゃうよね。どうすればいいんだろう。久しぶり。元気そうじゃない。あ、フードだからわからないか。よっと。<laughs> 久しぶり。そのまま抜けそうな顔は相変わらずね。なんか安心したわ。 上がってもいいうんありがとう今日はそのこの間私の家でし損ねたお礼というかまあそんなところ命を助けてもらったっていうのにリンゴだけっていうのはなんだかモヤモヤしててほらこれ見てこれ里の近くで流れる川の水なのすごくおいしいんだこの水 それにとても住んでいて綺麗でしょ早速蓋を開けて飲んでみて <laughs> どうおいしいでしょスープとかに使えたら美味しくなるんだろうけれどごめんなさいその実はあの日 あんたが里を去っててかから、何度かこのの。町に来てたたあ、あんたの様子を見に来てたのほらあんたって抜けてるところというかふわふわとしているところというかそういうところがあるでしょそれが心配でこっそりと遠くから見てたのそしたらねあんたってあんなにかっこいい顔するんだね それで里にこっそりと戻ってベッドに入るとねその時のあんたの顔が頭に浮かぶの私あんたのことが好きになっちゃったみたいでも私とあんたはエルフと人間寿命が違うから一生一緒にいることができないだから何度も諦めようと思ったのでも ふと気がつくと、また人間の街に来て、あんたのことを見てたの。あれどうしたのよ <laughs> 眠いんでしょう。ほら、肩貸してあげる。そこのベッドに腰掛けたらちょっと。あんただったら、私に寄りかかってもいいわよ。でね。 話の続きなんだけど私たちエルフの習慣でね数十年に一度神の大樹へ供物として捧げるお酒があるの私たちエルフが飲んだら少し酔っ払う程度なんだけれどねそのお酒人間が飲むとエルフと同じ寿命を生きられるようになるのだから 村の外に持ち出すと厳しい罰が与えられるの。里からの追放なんて、たやすいでしょうね。<laughs> ねえ、あなたがさっき飲んだの、なんだと思う <laughs> そんなに怯えた目をしなくても大丈夫よ。ほら、そのまま横になって。そうだ、膝枕というのをしてあげるわね。 <laughs> トロンとした顔そういう顔も素敵よ私はもうあの里には戻れないでもそんなことどうでもいいのあんたと長い時間一緒にいれるあんたともう離れなくて済むものあんたの周りの人間たちは人間の寿命に従って死んでいく でも私だけはずっとあんたと一緒にいるから。ずっと。ずーっと。ねえ。もう限界でしょもう目を閉じちゃいなさいよ。それで、目が覚めたらあんたが好きって言ってたもの、一緒に食べに行きましょう。その、 私も作れるようになりたいから味知っておきたいしああ楽しみね <laughs> そのまままぶたを閉じちゃいなさいずっと一緒にいてあげるから何も怖くないわよだからおやすみなさい私の 愛する人。最後までご視聴ありがとうございました。評価、グッドボタン、チャンネル登録、通知、コメントをよろしくお願いします。ツイッターもやってるのでフォローよろしくね。それでは、おつだらー。